今回は、この、駿河屋福袋を開けたいと思います。めちゃめちゃ寝かせてました。僕がよく言ってる、倉庫に置いてあった、駿河屋タワー。はい。おのね、一番上をね、取ってきました。一番上の中の、上の箱の中に二箱あって、めっちゃ重かったんで、なんだろうと思ってみたら、これ。アニメゲーム系 CD50 本セットです。確かにこれね、めっちゃ安かった時にいっぱい買ったんだよね。いくらだっけななんかね、1000円もしないっていう500円前後じゃなかったかな。 もう覚えてないんですけど結構値なんですよこれが、えー、なのでちょっと待ってね画面のあれは押しとけはいなので開けたいと思いますで今ね、えー、カメラの下に置いたんでこれを開けていくっていう流れでいこうかなお新聞紙入ってんじゃんそうそうこれねいっとけすごい安くてなんかねツイッター見たら僕は買ったタイミングとはまた違うタイミングだったんだけどなんか50箱ぐらい買ってる人もいたんだけど 50箱買ってもいくらにもならないぐらい安かったんですよ。だから300円台とかだったかな ?380 円かなちょっと、ね、新聞紙が入ってまして。さあ行くぞアニメゲーム系の CD なんでね。ババン福袋アニメ CD。なんだこれはエブリ、エブリバディ。エブリボディ。です。はい。顔に貼られちゃって。まぁ、あ、イケメン系のやつかなもしかしたら。 ちょっとわからないけど、こういう、ね、こういうのもさ、高いと思うんだけど、どうなのまあ、定価は高いでしょうね、そりゃ。あ、あ歌のプリンス様だ。歌プリですね。ただ、ちょっと寝かせてたから、もしかしたら、価値が上がってるやつも出てきてるかもしれない。わかんないけど。で、ババン。ヤマトの彼氏でいいのかな ?The Complete Box。 ほんとだ、いっぱい入ってるんですか <laughs> こっち側にも入ってるし、髪、ね、もめっちゃこう、本みたいになってるかか。これも多分定価は、まあでも3000なんで意外と安いな。キングがいる、キングが。あ、待って。山枯れっていうもんなのええー、まあ略、略したのかな音声ドラマラジオギュッと、あ、ラジオか。あ、ラジオ、あ、ラジオ聞くのきついかもしれないな。女性向けだからちょっとなんか、ね。 イケメンが言ってるのを僕が聞くのはきついかもしれない。そして、ババン。ドリームトリガー。ピ、ピレ、ピレさんかな。読めないな、これは。ピレ。開けてみよう。おー、美人さんですね。しかもちゃんとこういうのまで撮っとくタイプの人なんだ。初回限定版 A。ちゃんとディスク。あ、これはちょっといいかもしれない。DVD も入ってるし。 この人自身が可愛いから、まあ声優さんかなわかんない違うかもしれないけど、これちょっと当たりですね。これ嬉しい。顔面に貼るのって何でなんだろうね。結構するがやってルールがあるのかなああ、ね、どうせどっかどこでも貼るのいいんだったら顔面に貼ってね、みたいな。わかりやすいよっていう。さあ、ここまでが、えーっと、何て言うのかな。 定型外の CD というか、大きい CD で、こっからは、通常サイズになります。いきましょう。バーンなんだこれ胸ぺったんがある。それ大丈夫なやつ。これ、同人とかじゃないよね。同人ではないんだ。その1200円、ちゃんとしとこ出してるんだね。何のやつだろう、これ。ラキスタか。なるほどね。こうやって開けていくとさ、まあ、声が入ってるのもね、あの、帯が入ってるのも大事なんだけど、結構、すレガいのって、 全部ね、あのディスク綺れなんですよ。それが助かりましたね。アンド、たまに特典のカードとかも入ってる可能性あるんで。まあ、ラキスタはいいかな、結構。おでも全部100円でこれ貼っちゃったんで、これ剥がすのがめんどくさいね。ヘタリア、ここにもなんかついてるし。ヘタリア、これ後で剥がさないとさ、コレクションするにしてもさ、ね、リサイクルショップ持っていくにしても、途中さ、剥がした方がいいかなと思うんで。あ,あ、ゴミが。まあいいや。 はい、ヘタリアですね。まあ、あ後で剥がそうかな。あ、これ意外とね、こういうね、これめっちゃ薄いやつって、アイドルのやつとか、なんかあの、劇場限定のとかもあるんで、結構僕よく見るようにしてるんだけど、これは違うっぽいけどね。はい、こういうなんかちょっと、トレーディングドラマ CD。いや、CD もトレーディングするんかいっていうね。うん。こういうの。でも面白いですけどね。ただちょっとやっぱ、あの、女性向けが多いかな。 こういう歌プリ。歌プリやっぱめっちゃでも売れたんだろうな。今でも売れてるのかなこの刀剣乱舞とかね。これでも地味に2枚組だからね。DVD ついてるの。初回限定は F?F ってすごいね。F まであるってことね。うんだよ。A から F までは最低あるってこと思うだもんね。だから、いっぱい買ってねっていうね。きついっすよ、つって。あ、この人見たことある。神谷さん。神谷浩史さんかな。 ほォと直筆メッセージカードだって、マジであ、直筆だけど、あれか。直筆を印刷してあるのかなもしかしたら。でよね、100円で売ってたぐらいだもんね。100円で売ってたけど、売れ残って、みたいな感じかな。え、待って、初回、封入特典本当に直筆が入ってるのかな見ていいちょっと。直筆は入ってない、あの、抜いてある可能性も、あ、抜いてあるね。抜いてあると思うな。あと、ここに入ってなければ。 ここに挟まってる可能性もあるんだけど、なければちょっと厳しいかな。ちょっと待って、丁寧に撮りたい、これは。万が一、直筆だったらね。誰でもいいから、とりあえずね、サインはある程度集めてるんで。おっと、あったけど、これは直筆だけど、印刷だな。これって直筆って言わないと思うんだけど、どうなの直筆あと、こういうなんかね、あの、イベントの件もありますね。いやー、いやー、僕のような気持ち。 それ直筆って言わないよーってやつですね。はい。これ直筆なんだけど、微妙。これはどうしよっかないや、コレクションするにもサイズが微妙なんだよな、ね。CD は、例えば売っちゃったとしても、このカードだけ取っといてもなサイズがね、ファイリングし、カードのサイズじゃないから、生写真とかのサイズなんだけど、直筆だけどな 多分ね、これを袋に入れといた方がいいと思うんだよ。あと後で入れようか、ちゃんとね。らい。ちゃんと動画内でやった方が楽なんだけど、やらないっていう。ケースだっけケースが何だなスターリースカイ。うん。100円。これ未開封なんだよね。出会いと始まりの1500円。これでも可愛い女性の感じで。これドラマ CD かなどうなんでしょう。ドラマ CD ですね。 まあドラマ CD はちょっと聞いてみたい気もするけどエイトビートストーリーエイトビートストーリーわかんない。うん。でもなんかね、キャラクター的にはすごい可愛い感じしますけど、どうなんでしょう。まあ撮っておくのもなおっとドラマ CD! やばい一番口の景品で CD 出してたんだ。一回800円とかだったら確かに CD だ、ね、入れてもなんか元撮れそうですよね。 えー、でもこれ意外とレアなんじゃない,いや ?100 円って書いてあるからな。君のための、えーと、サンクトゥス。オリジナル、ドリーム CD。これ何のやつだろう書いてないんだよね。まあ、not for sale ですね。あー、さっき何となく分かったかもしれないけど、取っておくのをまあ、取っておかないので <laughs>、分けてますね。 そう、全部取っておきたい、おだっていいんだけど、それやってるとね、みたいなのがあるからね。置き場が、これ100円の方が多いなぁ、もう。これ、せめて剥がしても持ってきてほしいけど、まあでも、それだけね。そんだけ安いから、本当に安かったのよ、当時。たぶんね、ほんと380円だった気がするんだよな。もう覚えてないけど。そして、これね、こういうイケメン系。うん ただこのスレギー CD のいいところはね、盤面がめちゃめちゃ全部綺麗なんですよ。だから例えばフリマとかで売ってもさ、文句言われないし、ブックオフ持ってっても返されないんですよね。なこれステラワース限定版特典 CD。もう一人のスイッチみたいなの書いてあるけど。これなんだろうこれは。 桜田舟の場合ああでもこれはやっぱやっぱ普通のポップスとか入ってないよねさすが歌プリが多いね一ノ瀬時矢とかめっちゃなんか調べたもんなスターリースカイ寝てるしなんか変な抱き枕抱いてるスターリースカイと歌プリが結構出ますね なんだこれ、キャラクターファイル、バニライチこれ、なんか、同人っぽくないなんだろ、うこれ。これ、あとで調査だな、これは。気になる。お少女フランクタル。フラクタルフラクタルフラクタル,フラクタルって初めて発言した言葉だな、僕。この字の並び初めて。でも、まあ、これへんは。 少女乱とかで、かん、上海アリス弦楽団。なんか見たことあるよな。ちょっと聞いてみようかな。ただ暇な時に昔だったらよく CD 聴いてたんだけど、最近はさ、暇だったらもう YouTube 見たりさ、ディズニープラス見たりできるから、白黄うん。だから結構ね、CD を聞くね、頻度がだいぶ減ったんですよね。お、これよくないクロムクロ。クロムクロっていうのクロムクロ。 もう、リアルスティック。これね、何がいいかって、普通に、主題歌だと思います。この、ちゃんとした女性の、真夏のオーケストラっていう。うん。これいいですね。ああ、やった生写真入りだこれ嬉しい。一番嬉しい、今んとこ。生写真入りだけど、こう入れちゃったから、ちょっとこう折れちゃってるっていうね。でもこれ、入んないと思うんだよね、ここに。これね、出しといた方がいいと思うんですよ。これはもう、普通にもう、写真ファイル、AKB のとか入れてるやつに入れます。 c d に入れるやつじゃない、アニメと原点、多分ね、別にあったから折れちゃうよね、みたいなね。まあいいや、コレクションにしとこう。もしこの人に合う機会があればね、サインもらおう。で、これね、イケメン、歌プリ。そして、あこれね、キャラクター CD コレクション。あれ桜も織姫ってさっきいなかったっけさっきあったような桜も織姫。違うか、桜だ。 違った。何でもないです。違いました。おっと、これはなんか遊戯王っぽくないこれ遊戯王の、あれ違うかあ、違う。全然違ったけど、ファルコムのなんか CD。100円からの100円になってるっていうね。おお、テニプリだ。テニプリ昔ね、見てたけども、シーンはわかんないな。でもメンバー知ってるメンバーなの、手塚と龍馬はわかる。この人は忘れちゃった。うーん、テニプリね。 もうテニプリってさテニスをやってる中学生向けとかじゃなくなっちゃったよね今となってはこれはちゃんとなんか音楽に力入れてそうだなそうテニプリはもう女性向けのアニメになっちゃってもう僕とかがね中学の頃は結構ねテニス部だったんですけど話題になってたんだよねテ,テニス部の中で面白いねって面白いねっていうかあのなんかねスネークとか技あったじゃんもう忘れちゃったけどなんか そういう技があってムーンボレーとかそういうのよく真似しましたよねまああるあるだと思うけど今の子たちテニス部の子たちはもうテニプリは見てないのかなこれフリーかなイケメンのフリーじゃないかもしれないけど刀剣乱舞2.5次元刀剣乱舞よしそしてババンはいこれは ウタプリかな,な感じですねいろんなチームがあるんかな歌プりの中で歌プりじゃないかも何だこれはあアイドルマスターサイド M だおいおいまあ <laughs> やめた言うのやめたいや今言おうと思ったのはまあ同じようなもんでしょうって言おうと思ったけどやめました <laughs> 同じじゃねえよってね思う人に箱庭って箱庭っていう言葉は好きだけどなすごい 中身おーっとなんかすごいの入ってるこれねこの中に入ってたのがチェキ入ってたんだけどガチチェキだよほらちゃんとガチチェキガチチェキですこれ歌ってる人かなシンさんとか分かんないけど危ないこれね中に入れとくとやっぱね挟んじゃう時あるからこれ出してコレクションするわうん、まあ、こうやってねまあお湯もそうなんだけど こ,こに挟まっちゃうんですよ、ね、閉じるでこっちから閉じた方がいいんだよねやったーなんかたまにこういうのあるとる嬉しいねイケメンライブイケメンライブかーっていうねまあ僕は蚊帳の外みたいなやつですよねはいキャラクター CD すげえイケメンみたいなねいやボーイズラブのねやつとかはちょっと本当にきついというか僕はねうんあんま見,見ないよねっていうまあそれはそうだよね これなんか普通に、あのね、アニソンだけどちゃんとなんか顔出ししてる人が歌ってるよっていう。これさ、サイン入りとかありそうだよな、この感じ。開幕って。うわなんか、演歌っぽいけど、2.5次元みたいな。あるよね。最近なんか2.5次元で、てスノーマンも2.5次元っぽい人いるよね。あの、ジャニーズの。これいいんじゃない初音ミクだよ。初回限定版の。しかも2000円くらいしたやつじゃん、これ。アルバムじゃん。これはね、普通に。 あの、初音ミクなんで置いときましょうまあ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 そこ全然知らないけどこれはオフィス社外検事わからんあなんかこういうあ宮野守じゃんウルトラマンゼロの声やってる人だねこれ中になんか入ってないかな宮野守サインみたいなあーっと入ってないかないやわかんないこん中にある可能性もあるからね 宮野真守さんねウルトラマンゼロの声声めっちゃかっこいいよね顔はね正直ね過大評価されてる気がするまあそれは声優さんの中ではまあった顔だと思うよこの人とかと比べると神谷さんとかと比べるとねそろった顔でなんか若くてあれかもしれないけどまあいうーん芸能界のイケメンレベルではないけどまあ一般の人にしてはイケメンだと思うけど有利 ゆるれるこれでラジオ系いいんだよな。なんか、アイドルとかが出してくんないかなラジオの CD。まあ、普通にラジオで聞くからいいよって話なんだろうけど、CD で欲しいんだよね。コレクションしたい。普通に。A3 ね、これね。コレクションしたいですよね。これいいんじゃないこのケースがなかなか。あ、でもケースもバーコードついてんな。埼玉ガイドブック付録。なんだこれ。ミニサウンドトラック。埼玉、横浜、名古屋、新天地。 新天地って兵庫じゃなかったっけあれ、新海地か。そう、僕が住んでるとこから、住んでるとこで神戸に住んでたんだけど、神戸からちょっと行けば、神戸の中なのかな神戸って広いんだよね。かなり。意外と。まあ、ちょっとね。あ、もう、これ有利かななんだこれ ?A3? フリーか。フリーか。有利じゃなくてフリーかもしれない。あ、でも結構、ほこれ見てもらう、こんな感じでね。これさ、1000円とかの値段の量じゃないよねっていうね。 マジラブ。これマジカルラブリーの元になったのかな違うか。マジラブって書いてある。マジラブレジェンズスター。ね。イケメン服。これね。こういう体が女性好きなんだよね。なんかね。こんな感じでいいんだみたいな。これなんだろう。なんか限定版で書いてある。ダミーヘッドマイク。えー、ミニドラマ。ただちょっとなんかセクシー系のやつなのかな。 す、すっとこっちに置くっていうね。後で聞こうっていうね。あ、なんかそういう系だね。ほら。なんか女性系の。いいじゃん。こういう系のとか意外とね、価値が高いのありそうだよね。<laughs> そういう系い方じゃないか。あ、これいいんじゃないヴァンガードの主題歌じゃん。ヴァンガードネクストのなんか主題歌あると思う。むしろ未開封。しかもこれ、封入特典。カードファイトヴァンガード PR カード1枚。ヴァンガードのカード入ってる可能性あるよ。 しかも女性アイドルじゃん歌ってるの。夏になれ、なれ。この中にカード入ってないんだな、多分な。これが未開封で売られてるってことは、カードは別であって、そのカードだけ取って売ってる感じするな、これ。あ、これ後で開け、今開けるこれ開けよっか、これ。いや、でもカードどう見ても入ってないもんね。封入と、封入とくって、封入とくって入ってくるかもしれないな。入ってきましたね まあ未開封だからって価値が上がるもんでもないと思うし、開封したからって、ええー、それで、ね、半額になりますよとかってことでもないと思うんで、開けますね。これちょっと開けよう。よしょ。ヴァンガード、まあまあまあ、ただ、ヴァンガードのカードが入っちゃたところであれかもしれないけど、遊戯王とかポケモンは、今ね、ゲーマーとかももしかしたらすごいかもしれないけど、これはね、 ま、100円ていう値札もね、取るのめんどいんで。まあ、当てちゃいましょう。ちゃんと帯で。入ってる、カード。カード入っててくだ、おー入ってる入ってるなんかすごいカード入ってるまあ、あレアじゃないかもしれないけどね。ヴァンガードだからね。もしかしたら僕も持ってるかもしれないけど、この女性アイドルでいいじゃないですか。ほら。これめっちゃ当たりじゃん これ多分100円でカード入ってるって知ってたら、ハードフとかで買うな、これ。カードが入ってんなら100円でじゃあ買えますって。CD も別になんか曲良さそうだし。いや、この、これいっぱい買ってさ、得点だけ集めるって面白いかもね。これなんだろう。これ同人ではないと思うんだけど。同人っぽいけど同人じゃないっていうだから同人っぽくないホークスススムーんなんだこれ。 リリミエスタ。いやーなんかね、こういうなんかちょっとなんか、自分の知らない世界の CD とか、こういうね、商品とかをこう、見ると思うけど、今まで読んだことない字の並びのカダカナって多いよね。それ結構きつい。<laughs> リリエ、リリミエスタ。予約取ってなって。わからん。後で調べる。お !X! あ、さっきもあったね、オフィスのね。 ノットフォーセールだな、これ、じ、地味に。こういう感じのタイプのイケメンもいるよね。あの、ポケモンにも前に出てきましたよね。歌プリ。歌プリはな、そんなに当たりがなさそうな感じ。お、これいいんじゃない超軸、アンセム2 0 0だって。息をしてる感じ。なんか、いろいろやすいよね。あとで中とかさ、全部さ、確認しないとさ、 なんかいろいろ入ってそうだね、得点。これは入ってないか。これは入ってないけど。もしかしたら、まあでも、そっか、そんなにあれか。歌プリとかのが入ってたところでか。こういうのはいいですね。ただ、こんなにね、取っとくのも大変なんだよね。で、ラストこちら、A3。はい。っていうことで、えー、今回の当たりというか、あれは、これですね。得点がゲットできたっていうところが嬉しいかな。 特にこのね、チェキとかも、まあ、チェキも、なんだろう。な、ここになんか、コーヒーの跡みたいなのちょっとあるけど。チェキ生写真、そしてこのヴァンガードのカード。これやばいんじゃないこれさ、一応スリーブに入れといてみようか。一応スリーブに入れといてみよう。まあ、ノーマルカードだからな、あれかもしんないし。ヴァンガードが今そんなにあれかもしんないけど、一応スリーブに入れとこ、ほら。こうやってスリーブに入れるとちょっと価値上がる感じしない ねえ、いいですね。面白い。あ、面白いな。一応ね、今んとこ確認できる限り、もう一箱これがあるんで、もしかしたら多分もうちょっとあるかもしれないけど、よかったら皆さんもね、えー、ぜひ、説明欄にね、あの今、今、これは今、この福袋はないんだけど、今現在のおすすめのす福袋とか、駿河さんのリンク貼っておくんで、アフィリンクなんで、あの、踏んでもらえるとね、僕はね、てあの、紹介料多少もらえるの、ほんとわずかだけどもらえるんで、 助かるんでよかったら、そね、あの買うときはね、僕の Twitter とか YouTube のリンクから言ってもらえるとあ,ありがたいです。でも皆さんにプラスがあるわけじゃないんだけど、あのマイナスはもちろんないから、だからよろしくお願いします。今回の動画は以上です。こっちは買っとく感じで、こっちは調べて売る感じ、売るっていうか、そのね、まあ、どこに売るかわかんないけど、まあ、うーん、うーん一うーんって感じじゃない どうかなまあもう一回するぐ以外に持っていけるのがあれば持っていくしリサイクルショップとかブックオフとかフリマが再開すればフリマにちょっと持っていくのもありかなって感じもするけどはい以上です評価ボタンを押しててくださいではまたバイバーイ